名寄市は、北海道北部に位置し、上川総合振興局に属する市である。名寄市は、名寄盆地に位置する市であり、農産物の集産地として発展してきた。上川地方北部、すなわち、塩刈峠峠北の中心都市であり、道北地方の商業、産業の中心都市とされ、上川管内では、旭川に次ぐ、中核地であった。名寄市からは、 朝日川市など、道央方面だけでなく、日本海側方面や、おほうつく海側方面なども含めて、他地域との交通路が整備されてきた。しかし、1932年10月1日に、関北本線が全通すると、それまでは、名寄市を通る名寄本線が札幌と、北見や網走との間を結ぶ鉄道の幹線だったが、その地位を、関北本線に奪われてしまった。 さらに、まだ日本の人口が増加していた1960年代から、すでに、名寄市の人口は減少傾向が続いており、2002年には、過疎地域の指定を受け、2010年代も人口は、下げ止まらなかった。この間、20世紀終盤の1989年には、名寄本線が廃止され、1995年には、名寄の、名の字の入った新名線も廃止され、さらに、 最後に残った宗谷本線も廃線に向けた議論が行われる状況に陥った。また、人口減少を受けて教育施設の統廃合なども続いてきた。反面、21世紀に入っても、例えば日本におけるもち米の有数の産地であり続けているなど、農業面では依然として重要な地位を保ち続けている。アイヌ語で 現在の名寄川と手塩川の合流点を指していた、など考えられる、内をプッドに由来するとされる。また、名寄川それ、自体も、ないあるいは、内をと呼ばれていたとされる。この名寄川それ、自体を指す、内を、二つの川の合流点を指す、内をプツは、江戸時代後期の1700年代末から1800年代にかけて、探検家や役人の残した文献、 地図に、ナエロ、ナヨルフト、ナと、ロ、ナイ内仏などとして表記された。例えば幕末の探検家、松浦竹四郎は、天の保日誌で、ここを、ナイフトというは、ナヨロフトの詰めなりと記るし、手塩日誌においても、左内部と本名、ナヨロフととしている。その後、和人が流入し、ナヨロ、ナヨロフトに漢字を当てた際に、ナヨロ、ナヨロ、ナイフト氏などが当てられたものの、 1888年の上名寄村、下名寄村、桶村以降、行政的には名寄、名寄ふとしが使われた。なお、名寄の字を当てた経緯は不明である。標高987メートルのピアシリ山の山頂に設置されている三角点と山頂からの眺め。なお、名寄ピアシリスキー場はピアシリ山にはなく、ピアシリ山の西に位置する九度山の南斜面を、 手塩川の支流の一つであるピアシリ川が流れる谷へと滑る。北海道北部にあるナヨロ盆地の主な河川として手塩川とその支流のナヨロ川などが知られる。ナヨロ市の市街地はこの手塩川とナヨロ川の合流点のやや上流側、ちょうど二つの川に挟まれた地域に形成された。ナヨロ市役所やナヨロ駅などもここに設置されている。この場所は 北緯44度線よりも北と北海道でも北の方に位置しており、旭川市から国道40号を北に進んだ場所にある。なお、名寄市の地域は東西よりも南北に幅のある形をしており、大雑把に言うと地域の東端と西端の標高が高く、その間が標高の低い盆地である。リナイコとの距離は比較的近いものの、 地域の生誕の分水嶺で隔絶されており、名寄市川に大きな水域は見られない。また、北緯44度線よりも北とロシアのサハリンに近いため、AM ラジオではサハリンのラジオ放送をも受信することができる。このようなこともあり、名寄市はサハリンのドーリンスク市とは友好都市の関係を結んでおり、名寄市内にはドーリンスク通り、 ナイヨロ、ドーリンスク有効広場が存在する。冬場は、冷え込みが厳しく、1月の平均気温は低、摂取9.4度、2月の平均最低気温は低、摂取16.2度と、日本の市の中では、最も低い。ナイヨロの冬の最大の特徴とも言える日中の気温の、上がりにくさは凄まじく、1月の最高気温は低、摂取4.7度であり、 同じ北海道内陸部の寒冷地である陸別町、シムカップ村、幌加内町、バッサム町や中トンベツ町などの地域の最高気温よりも低い。玄関期の名よろしは低く、摂氏30度以下まで低下することもあり、1982年2月2日には、1976年の観測開始以来最低の低く、摂氏35.7度を記録した。 空気中の水蒸気が凍ってできるダイヤモンドダストや太陽光が反射して光の柱のように見えるサンピラー現象が市の名物にもなっている。夏場は最高気温が摂氏30度を超える日も多いが朝晩は摂氏15度前後にまで低下することが多く涼しい。名寄市の8月の最低気温の平均値は摂氏15.2度である。住宅団地消滅集落2015年の 国勢調査によれば、以下の集落は、調査時点で、人工霊人の消滅集落であった。名寄市付近は、縄文時代より人が居住してきた地域であったと、考えられている。愛の民族が居住してきた地域でもあり、精霊コロポックルの民族伝承が残る地域である。役所市長市議会定数、18名寄市立、総合病院消防名寄市は、上川北部、 宗谷南部地域の医療拠点。医療系の従事者、学生が多いのも名寄市の特徴。日本以外日本国内名寄市の基幹産業は農業である。また、近隣の町村に比べて名寄市は観光庁の出先機関や民間企業の営業所が比較的多い。かつては宗谷本線の名寄駅から名寄本線と新名線が分岐し、 国鉄城下町としても栄えていた。しかし、国鉄分割民営化に伴う大規模な人員移動や希望退職、両路線の廃止によって、地域経済は大きな影響を受けた。この煽りを受けて、2002年には過疎地域の指定を受けた。このような中で、商業は量販店の出店も見られた一方で、閉店も相次いできた。基幹産業は農業で、 もち米の生産量は日本一を記録したこともある。日本におけるもち米の大規模な産地としては、名寄市付近が最北であり、例えば、三重県の伊勢名物の和菓子、赤福餅に使われる原材料のもち米は、名寄さんを中心に使用している。また、アスパラガスやカボチャの生産も盛んである。ひまわり畑も作られ、北海道口では北流町に次ぐ規模であり、 観光資源としても活用されている。農協等機関は日本国内でも非常に寒冷な地域であることを利用し、住友ゴム工業がタイヤテストコースを置くといった例も見られる。また、宗谷本線の近くには製紙工場も立地している。このほか風連町の合併した関係で風連町の町域にあった宇宙発電所は名寄市内にある発電所になった。 サンピラーパークには2006年11月に公園管理棟を兼ねたカーリング場が設置された。冬季に寒冷なナヨロしは雪質日本一をアピールしており、ナヨロし東部のクトゥンヌプリにはピアシリスキー場が設置されている。ピアシリスキー場に隣接するスキージャンプ台では大会も開催される。また、ピアシリスキー場の麓にはナヨロ温泉が開け有された。 商業物流北西新洋金庫本店名寄市は、市街局番が、日本の支部としては珍しく、三笠市と同じく5桁である。新聞社放送局名寄市立大学名寄駅、名寄駅前通行速道路国道道道,道の、駅史指定文化財名寄境界名称、天然記念物名寄温泉サンピラー。ありがとうございます。